キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日は日本ハムです。はい、もう最後ですよこれで。最後です。はい、はい、この企画。はい、崖っぷち選手っていうね、あとあの 最後になって言うのもあれだけども、はい、あのチームごとの動画の尺の長さ、うん、短さ、うん、でそのチームに興味ありなしとかっていうのをやめてください。長くするの簡単だからね。はい、ぶっちゃけ、まあ、ちょっと雑談とか脱線してる部分もありますからね。そうそう、あの無駄な話、うん、5分ぐらいしたら、うん、あの15分以上の尺になるから。そうなんですよね。だ多分このシリーズも結構長いのと、うん、まあ、コンパクトにまとまってるのと両方ある気がするんですよね、うん、そう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 、最初にね問題ですとかっていうのを出せば出すほど、はい、だ関係ない話だから、長いチームは関係ない話ばっかりしてるからね。そうなんですよ。だ実質多分10分ぐらい本編喋ってるんじゃないですか。そうそうそう、どのね球団も、はい、でも今日日本ハム最後です、はい、崖っぷち選手、うん、筆頭は、はい、ね、まず1巡目この選手です、うん、宮西です。え、宮西投手、うん、崖っぷちです。まあ、今年で38歳、はい、まあまあそれは大ベテランですよね、うん、16年目、うん、ね、で昨年、うん、まあ、故障もあってね、はい、左肘の手術、うん、で自身初の50試合登板届かなかったと、はい、っていうところでね、でもすごくない、うん、15年連続50試合投げてるんだよ。ずっとですよ、うんうん、すごいよね、はい、しかもその中で、ね、通算防御率も 2.50 とね、うん、安定した投球、あーすごいな、うん、であと今808試合、はい、ね、うん、老いとの戦いです。老いとの戦いです。老いた、そうですね。こっから、うん、若い時やっぱ怪我してもね、復帰するの早くなるんだよ、はい、まあ、筋力も若いしね、トレーニングもできるし、うん、でも晩年になってくると怪我してから復活するのが長くなるんだよね、はい、でまた元通りにポテンシャル戻らないとこもあるから、うん、そういった意味では、うん、そのね、昨年、はい、まあ、1年間休むことになっちゃってね、うん、こっからどう挽回していくのか、うん、しきれるのかしきれないのか、うん、崖っぷちです。まあ、そこ年齢的な部分でいくとこのまま落ちていってほしくないけれども、そういう可能性も出てきますしね、うん、そうそう、老いとの戦いも上がってくるからね、で怪我した時っていうところがね、うん、であとやっぱりね、その、まあ、本人頑張るんだけど、やっぱ50試合登板が切れたっていうところね、うん、ちょっとこの気持ちのね、うん、っていうところもね、やっぱその今まで続けてたから、はい、やっぱその続けなきゃいけないっていうのがね、うん、あったと思うのよ、はい、だからあの2021年、うん、もう50試合きっちりしたし、はい、2020年も50試合きっちりだからね、うん、結構50ぴったりの年ありますね。そう、ルーキーもそうだし、うん、そう、投げなきゃいけないっていう思いがね、うん、こうガーッと体を押し上げてたところでね、うん、もう一回奮い立たせるね、はい、ところでどこまで頑張れるのか楽しみですね、うん、はいはい、ルーキーイヤーから本当にすごいですね。いや、やばい、えぐいよ、うん、ね、え、続いては、はい、河野投手です。はい、河野龍生、あの佐藤さんの地元の後輩じゃないですか。はい、4年目です、今年、はい、崖っぷちです、はい、やっぱりね、先発するのかリリーフ、俺はもう絶対リリーフの方がいいと思うよ、うん、でも左はリリーフね、今言った右兄し、うん、あと堀とかもね、はい、いるし、うん、やっぱ先発だと本当にこのチェンジアップ系がないだけにね、うん、苦しいから、俺はもうリリーフのスペシャリストになった方がいいんちゃうかって思うんだけどね、うん、佐藤さんそれもずっと何年も言ってますよ、3年ぐらい言ってますよね。そうだって これ習得できないからね、うん、チェンジアップ系を、はい、この前ダルビッシュが報道ステーションで言ってたの、うん、これと手のこれとこれを両方投げれる人ってそんなにいないらしくて、へえ、ダルビッシュもこっち系は苦手らしい、はい、こういう、へえ、そうなんだ、だから全部がこっち系らしくて、はい、で松坂と対談だったんだけど、うん、松坂はこっちもこっちも両方できるらしくて、へえ、ダルビッシュ枠この手この返しをどっちも器用に完璧に使いのこなせる人って珍しいらしくて、へえ、だから河野もこっちばっかりなわけ、はい、こっちが苦手なわけ、うん、でもそれは先発ピッチャーとしては致命傷になるから、うん、そういった意味ではもう俺はリリーフの方がいいんちゃうかっていうところでの崖っぷちだね、うん、はい、うん、そっちを使いこなせていかないと、でももうずっと言ってるけど無理っぽいからね、うん、でもリリーフリリーフだったら関係ないから、そうですよね、そうそう、うん、で一昨年もリリーフの時は安定してたからね、うん、先発やるんだったらっていう、そうそう、でも俺はもうリリーフ専念の方が本人もいいんちゃうかって俺は思うんだけどね、うん、チーム事情もあるかもわかんないけど、はい、で続いてが、はい、田中正義投手です。おー、なれ、去年とか、人的じゃなくて、人的、人的ドラフト、うん、保証ね、保証で入りましたけど、うん、でもちょっとソフトバンクでいい感じの出方してたんですよね、ちょっと
元気だったらね、うん、あんまり怪我が多いですからね、そこなのよ、うん、ポイントはね、はい、今季は万全のコンディションで挑み新天地で潜在能力を開花させたいっていう、ね、うん、元気かどうかっていうね、はい、昨年もオープン戦からキャンプからオープン戦めっちゃ良かったからね、そうなんですよね、でまた怪我したいっていうところもあるから、うん、この怪我せずにだからこの、うん、やっぱり移籍1年目って勝負だからね、はい、でしかも日本はちょっとリリーフ陣薄いから、うん、ちょっと成績がいまいちだから昨年も、うんうん、そこで入っていく余地はあるけど、はい、やっぱ1年目が一番期待値高いから、うん、まあ、ここでどうなるかだね、うん、勝負だね、そうですね、うん、でも田中正義投手にしたらソフトバンクのもう人がもうたくさんいるっていう状況がめっちゃ良かったよ、本当に良かったですね、俺はめっちゃ良かったと思うよ、うん、だってどこで活躍したって一緒だからね、うん、はい、逆に一軍で活躍しないとどこにいたって意味ないからね、うん、そういった意味ではもうビッグチャンスだね、本当にそう思います、うん、で続いて、うん、エゴシです、おお、はい、移籍ね、また移籍した組で、そう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 、うん、でもいい感じで打ってんだよね、はい、昨日も、うん、しかも練習試合のところもね、はい、練習でも長打打ったりとかして、うん、チャンスあるね、だからエゴシも良かったよね、いやそうですね、日本ハム来てね、うん、これもう人生最大のビッグチャンスだね、はい、移籍して1年目ここをつかめるかどうかがね、うん、本人にとってのこの未来像が変わるからね、はい、それはもう勝負どころの崖っぷちよ、はい、これも今年頑張んないでいつ頑張るっていうね、うん、今でしょっていう、はい、何ほうって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 何でしょ仕上がったなみたいな、はい、続いて、はい、清水、うん、ね、佐々木翔にもうすぐだったとこはね、はい、もう懐かしい昔、もう3年ぐらい前になりますね、でしかもね、うん、FA で伏見が来て、はい、で去年宇佐美がいて、うん、ね、うん、どうなるんやっていうね、1番手だったのが今だから3番手ぐらいに、そう、あとね、他で他はまあね、郡とかね、うん、古川とかもいるから、はい、ひょっとしたらアレエル・マルティネスもね、そう、守ろっちゃ守れるからね、もともとね、キャッチャーで入ってますからね、うんうん、どうすんねやっていうね、そうですね、こう頑張んないと本当に、あんだけもう来年こそぐらいのね、でも来年こそでその結果出してないからこういう結果になるからね、うん、だからこう勝負どころのところでやっぱ結果出さないとこうなってきちゃう、うん、そうですね、取ってこられてね、でもそういった意味では崖っぷちだね、今年勝負ですね、うん、もう本当は去年勝負だったけどね、うん、もう今年勝負じゃないと終わっちゃうよっていうね、はい、ところあるよね、もうその戦いの場にも行けなくなる可能性あるからね、はい、で続いては、はい、水野選手です、はい、2年目ですよね、そう、うん、水野たつき、はい、2年目、はい、2年目ですよまだ、そう、それなんてかっていうとね、はい、同期の上川端がショートに座って、はい、であと奈良間くんがそうです、いい感じで出てきて、はい、いやその同じ世代が行っちゃったら、うん、はい、今厳しくなるから、そうですね、うん、まだ、うん、ね、石井とか頑張ってる分にはまだいいけど、うん、同世代同期とかが頑張っていくと、うん、もう行くとこなくなっちゃうからね、うん、でしかも去年ね出だし良くて、うん、ひょっとしたらあるんちゃうかと思ったらね、私も新人を候補に挙げてましたからね、そう、上川端が来て、はい、ってなった時には、うん、これもう今踏ん張っとかないと、うん、ここで離されたら、はい、もう勝負付けついちゃうからね、うん、で、どうで年近かったら、うん、これ逆転するのってすごい大変になってくるから、うん、うわ、確かに同じポジションで同じ年代がいるっていうのは厳しいですね、そうそう、それで負けちゃうとね、うん、永遠のもうね勝負付けになっちゃうからね、だからもう固まらせないっていうところですよね、うん、だからここ粘ってね、うん、いかないと、まだ今ね、うん、チーム的に発展途上だから、はい、入っていく余地は全部あるからね、うん、でまあ、他のポジションも内野あるしね、いろんなところ、はい、勝負だね、そうですね、うん、うん、はい、っていうところです、はい、じゃあ袴田スコープは、はい、袴田スコープ、そんな水野選手頑張れって言ってる中で、うん、奈良間選手頑張れちょっと同じポジションですけど、でもいいね、そうなん、形でアピールしてるからね、うん、あ、静岡じゃん、そうですよ、常葉菊川ですよ、はい、立正大、で私がドラフトの時に、うん、静岡枠、私の枠でどっかお願いしますっていうふうに、ね、うんうん、言ってた選手ですけど、うん、まあ、高校時代に指名漏れして、うん、すごい粘ってね、大学で侍ジャパン入ってる、はい、うん、そうなんです、うん、でショートなので、うん、ちょっと、まあ、競争になるじゃないですか、さっき話してた奈良間派、いやちょっとまあ地元推しなんでね、うん、奈良間君だけ頑張ってほしいですよね、うん、水野香川、香川県、おお、でも徳島だから、そこは四国のなんか同盟みたいないんですか、だそうなんですか、別なんですか、ね、まあ、隣だから頑張ってほしいなっていうところあるけどね、四国出身だからね、うんうんうん、まあ、じゃあ奈良間君頑張ってほしいな、でもいい感じでね、うん、見せてるから楽しみだね、そうなんです、うん、だしまだ日本ハムっていうチームだからこそ、うん、掴んだらね、うん、長いかもしれないですし、そうだね、そうだね、奈良間君頑張って、はい、
続いては。続いてあと矢沢くんも楽しみでしょうがないです。矢沢さん？はい。矢沢健一さんじゃないですよ。違うの？矢沢さんに注目してるのかなと思ってプロ野球ニュースで。いや矢沢私矢沢さんにも注目してますよ。そうなの？いつもコメントが面白いんですよ本当あの電話出演の時とかでも、うん、ホームランって言ってくれるんですよ ね、うん、ねそうそうそう、うん、あと急なツッコミが電話だと分かりづらいってところあるけどそうそうなのたまになんかちょっと全員が止まるってんみたいなねえ矢沢さんそうそうあ電話難しいよね難しい、うん、やってる方もね打ち合わせと全然違うこと言うそんな矢沢さんが大好きですけど矢沢浩太選手う、うん、もうだって練習試合の時からホームラン打ったりとかパンチ力あって今もかなり打率残してません？練習試合オープン戦で何番背番号内野外野外野あピッチャーのとこにいるのかな13あールーキールーキーの矢沢ですあこっちの感じの矢沢ねはい三塁に尺の矢沢を探してたあこっちのもうルーキーの A吉行ってた乗ってくれ、あーはー言ってたあそっちでやったリリガン、リリガン、リリガン、リリリリーってその A ちゃんは知ってますよ、さすがにすごいねでしょ、うん、6割は打ってるんですよ、うん、躍動感あるしね、はいうん、で、なんならもうピッチャーでもなんか野手としてのなんかポテンシャル高すぎて、うん、どうなるんだろうってどういう使い方するのかなっていうのも、ねね、気になってるけど、ねまあ、いろんなビッグコースターからいろんな使い方いくんちゃうですね、うんただこれ面白いよね、はい、見る方もね見る方もめっちゃ楽しみです今いきなりね、うん、ワンポイント矢沢で、はい、で終わったらまたライトとかね、はい、あるかもかね開幕投手とかないですかねまだ決まってないですよね日本ハムってあるね決まりましたっけあ加藤って去年言ってたじゃんああそうだ一番早く決まってたそうだそうだ忘れてるやんそうだったわ加藤だから加藤投手だ、うんでもね、うん、あるかもわかんない、ね、あるかもわかんない、うん、いいところでね何かでね、うん、何か起こすかもしれないですそう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 めっちゃ楽しみにします楽しみだねはい、うん、ということで奈良くん、矢沢くん、頑張ってまあ、ということでね、はい、12球団やってまいりましたけど、はい、まあね、上げた選手はね、うん、この頑張りがね、チームを支えていくからね、はい、ぜひ全員ね、頑張ってもらいたいですねはい、はい、ということで、12回ね、崖っぷち選手、ご視聴ありがとうございましたありがとうございました